チで歌うなんて絶対無理だよ。いろはに不可能はないです。その素晴らしい歌声で観衆を虜にしてやりましょう。無責任な持ち上げ方しないでよ、すぐ。いろはちゃんあんな感じだけどどうする？アイドルなんて絶対無理。いろはさん見た目はそっくりなんですから無理ってことはないと思いますけど。そうそう、私アスカちゃんじゃ愛の代役なんて 100% 無理だもんね。その問いにはすずが答えましょう。いろはの本体はいささかドジっ子と言いますか、お世辞にも運動神経がいいとは言えません。そんなはっきりと言わないでよ。いいえ、そこがイロハのチャームポイントなのです。イロハは転んでも可愛い、何をしても可愛い。美人は得よね。クオンさんだって十分美人だと思いますけど。とにかくアイドルみたいなダンスなんて無理だからね。多少練習したところで埋まらない溝は存在するんだよ。イロハの本体は無理ですが今は可能です。パフォーマンスに耐えうるスペックの素体がありますから。理論なんて信用できません。理論がダメでも気合でなんとかなります。いいえ、このスズが何とかしてみせましょう。スズが手伝ってくれるの？というか、すでにイロハの運動制御はスズのサポートの上に成立していますので。タイムシフトにはそのようなサポートも含まれています。どのようなボディを利用する場合でも違和感なく行動できるよう支援するのがスズの役目です。実はすごい子だったのね、すずちゃんって。実はとは何ですか、失礼な。すずは2077年の技術においても最新鋭と言ってもいいレベルなのですよ。そこまで来るとどれだけすごいのか想像すらできませんね。下等生物のくせに信じていませんね。いいでしょ、いろは、少し協力してください。いいけど、協力って何をすればいいの？短い時間、イロハの運動支援をオフにします。かなり不具合が生じますが、少しだけ我慢してください。わかった。ちょっとだけならいいよ。では、運動支援を停止します。え？ちょっと、イロハちゃん？あれ？おかしいです。立てません。素体が持つ運動制御との差が大きすぎるからです。本来の能力なら、自立歩行は可能なはずですよ。なるほど。やってみるね。いろはさんが立った。こういう感じなんだ。うん。無理じゃないと思う。歩けるけど、これでダンスなんて絶対無理だよ。元の VR アイドルは最適化されているのでしょう。今のイロハには少々荷が重いですね。しました。どうです、スズの力は？ありがとうね、スズのおかげでちゃんと動けてたんだ。礼など不要です。イロハのお役に立てることがスズの喜びですから。急
そうでしょう、そうでしょう。もっと褒めたたえるといいです。つまり、すずちゃんの力を借りたら愛のダンスなんてお茶の子なんだね。そこまで単純な話ではありませんよ。すずにできるのはあくまで支援ですから。イロハの意志に従い体はついていきます。でもそれだけです。練習が必要ってことですね。練習か、それくらいならまあなんとか。やれませんが、やります。いや、その返しはちょっと不安なんですけど。頑張りますから、みんなも手伝ってください。どれだけお役に立てるかわかりませんけど、できる限りのことはしますね。やれないかもしれないけど、やれるようになるまでビシバシ指導するからね。冗談だって。無理だったら逃げちゃえばいいんだし、気楽に行こう。そうそう、リツにはああ言いましたが、無理なら逃げればいいんです。ざまあ見ろです。それはさすがにひどいですって。空腹を感じないのに食欲ってあるんだね。ごめんね、なんだか見せつけてるみたいで。それはそれで寂しいので、ここにさせてください。ならパパッと食べちゃうから、ちょっとだけ待っててね。案外食いしん坊さん？違うよ、人並みだよ。白米うまい、魂出ちゃいそうだよ。2日もあなた方の食事シーンを見せられてきましたからね。空腹を感じずともストレスが溜まるのです。目の前でご飯をパクパク食べてますけど。すずにお願いして VR のご飯を用意してもらったの。あくまで気分ですけどね。厳密には食事ではありませんが、口に入れ咀嚼し嚥下する味覚データもありますので、
食の快楽は得られるはずです。食の快楽って、こんなのがあるならもっと早く言ってくれればよかったのに。使用してよいか判断に迷う案件でしたから。つまり今後は OK ってことだね。スズが所有するデータのみのメニューになりますが、同じものを仲良く食べるってわけにはいかないんだね。でも目の前で美味しそうに食べてるのを見てるだけって状況に比べたら1000倍マシです。充電ですね。あれはなかなか良いものです。わかんない、いろはちゃんが充電枕に頭を乗せた途端電池が切れたみたいに意識なくなっちゃったから。え、あの、はい、ちょっと大げさに言いました、すいません。充電どんな感じなのかワクワクしてたんだけど、クオンさんが言ったみたいに一瞬で寝ちゃって。そうです、充電モードに移行したのでイロハの意識がなくなったんです。そういうものなの？素体の使用ではなくスズが制御してそうしました。充電に集中するためにイロハは休止した方が良いので。充電どんな感じなのか知りたかったな。ビリビリしますよ。ビリビリ？いや、嘘ですが。嘘？スズひどいよ。下手な人間よりよっぽど人間臭いわよね。この程度のことができないようではイロハの友達とは言えません。前のスズはそんなじゃなかったけどね。今のスズはタイムシフトにシステム統合されてからだよ。物質に行きますか。物質？ごめんごめん、つい言いそびれちゃって。今から簡単に説明するわね。なるほど、そういう集まりがあるんですね。イロハにふさわしい人間かどうかこのスズも見分しましょう。カナタ君が頼りになるって言うんだから心配いらないと思うけど。部長の誠さんは女性だし、調べ君はカナタなんかより全然おとなしい子だから。そうなの？ビジュアルも可愛い系だし性格も草食系って感じだけど。彼、あんなに細いのに？そうだったんだ。人は見かけじゃ判断できないわね。まあ、イロハに比べたら、カトンボみたいなものですよ。腕力には自信ありです。ドール素体のスペックだと、パワーもすごいみたい。普段はスズが制御して、か弱い美少女レベルにしていますが、 100% のパワーを出せばそこの彼方くらい、くちゃトマトになります。私そんなことしませんけど。エッチなことされた時は握りつぶしちゃいなさい。
ですか？可愛いなーって。この制服なかなかいいデザインでしょう。私も気に入っているのよね。夏休み中だし別に私服でもいいんだけどね。部室に顔を出すときは積極的に制服を着ることにしてるの。無茶言わないでください。鈴にもできることとできないことがあります。頑張ってもダメ？いろはにその目で懇願されると何としても叶えてあげたくなってきますね。ねえ、ぶっちゃけ可能なの？できなくはないですが、やめておきます。処理をそちらに取られてしまうのは危険ですので。そっか、鈴のお仕事はタイムシフトの制御だもんね。申し訳ありません。いろはの時間旅行をサポートするのが最優先事項ですから。かなた先輩、でも意外と騒ぎにならないものなんですね。VR アイドルがその辺を普通に歩いてるなんてのが常識的にありえないからじゃない？つまりイロハさんを愛だと思う人はいないと。だってアイタンはあくまで VR アイドルなんだから、リアルには存在しないって先入観があるでしょ。